ウィリアム・ライアン・マッケンジー・キングは、カナダの第1 2 1 4十6代首相。所属政党は自由党。1920年代から1940年代にかけて、1921年12月29日から1926年6月29日、1926年9月25日から1930年8月6日。 1935年10月23日から1948年11月15日の3期、合計21年間にわたって首相を務めた。これはイギリス連邦の歴史上首相在任期間の最長記録である。フルネームとは別にマッケンジーキングと呼ばれる。弁護士、社会活動家でもあり、人間の生活環境に興味があり、少年の頃から 自立できない人々を助けるをもっとうとしていた。オンタリオ州ベルリン出身。母方の祖父は、トロント支所大市長のウィリアム・リヨン・マッケンジー。トロント大学で3つの学位、オスグッドホール法科大学院で法学士号を取得した。博士号を取得した唯一のカナダ首相でもある。電気によると、マッケンジー・キングは、同年代のド・ゴールやチャーチルといった指導者に比べて、 偉大なリーダーの資質には欠けていて、カリスマや存在感、演説力もなく、ラジオやニュース映像でも評判が良くなかった。各文章は学術的で、人間関係は冷徹で起点が効かず、同僚はいるが、親友もいなかった。生涯独身で冷徹さを補うパートナーもいなかった。いつも、計りごとごとで同僚を困惑させた。信念を隠し、 アドルフ・ヒトラーの歪んだ精神性にも理解を寄せた。歴史家によると、マッケンジー・キングが長期間政権を維持できた理由は、カナダが当時必要としていた傑出した能力を持っていたからとされる。公共政策の微妙さを理解し、仕事に没頭し、洞察力に優れ、社会と経済が同期のすべきかについて深く理解していた。労働側と資本側の両方を理解し、 カナダ人の気質や情緒を完璧に捉え、常にタイミングよく立ち回った。工業化社会で本質的に必要なマネジメント力のある仲介者として働く、現代的なテクノクラートとして、自由党を社会調和を生み出す自由主義、共同組合的な組織にしていきたいと考えていた。そのため当時様々に対立した立場の人々の間を、 政治力や政府を強力な手段として使って妥協と調和をもたらす、要勢力的に働いた。29年もの間自由党を率い世界秩序の中で中道的な存在としてのカナダの国際的評価を高めた。1938年、マッケンジー・キングはカナダ中央銀行を国有化し、政府紙幣を発行した。この財源をもとに、 第二次世界大戦中は無借金で軍備を整え、戦後には国民健康保険と大学授業料を無料にした。1935年に政権に復帰した時から、アメリカ生まれのクラレンス・ハウを内閣の要職に寄与して、国有企業を多数設立するなど、強権的な政治を進めた。さらに古代湖水路を開通し、トランスカナダハイウェイまでも整備した。現在、 50カナダドル紙幣には、マッケンジーキングの肖像画が印刷されている。ありがとうございます。